2024年問題。これは働き方改革関連法施行により、特に物流業界による長時間労働の慢性化を改善するため、自動車運転業務の年間時間外の労働時間に上限が設けられること。しかし現実には効率よく配送する課題がありました。この問題、どうすれば解決できるのか、数学者谷口さんが教えてくれました。できるだけ最短コースで進みたい、このように行って、こう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 行ったらいいんじゃないかなとか、ちょっと直感的にも思ったりするわけです。谷口さんによると、配送の最短ルートを見つける際、考えられる制約条件を割り出すと、配送ルートやスケジュールなど最適化できるので、効率的な物流プロセスが実現できるというのです。このコストとその通る通らないっていうの、それ全ての合計値を出して、これが最小になるようにすると、この最短経路が出てくるわけですね。こういう計算などをしているわけですね。そうするとコストが最小限に寄せられたコースがですね、定まると、こういうことで無駄を省こうという、こういうことです。谷口さんたち数学者は、その対象物の本質を見極めることで、当てはまる数式を割り出し、解決の糸口を導きます。これがアルゴリズムというもの。コンピューターでどうしても計算するときに、コンピューターが認識できる形にしないといけない。で、数学っていうのはその数式っていうのを読み込んで、それを計算、プログラム上で計算して、その答えを出すっていうものなので、やっぱりこの数学がないと、やっぱりこういった計算ができないんですね。やっぱ言葉っていうのがちょっと大事です。だから数学っていうのはもう言葉なんです。第4次産業革命ともいわれる AI 人工知能の誕生により、ますます数学者に期待が集まる中、谷口さんは産学連携を図るべく、2019年南区肘山本町に産業数理研究所カルクを立ち上げました。谷口さんが代表を務めるカルクは、数学の博士号を持つメンバーの集まり。彼らは数式を使ったデータ分析などを得意としています。こういった技術系の世界で数学の力を発揮して、なおかつ自身のですね、研究を深めていくっていう、そういうことができるようなちょっと社会を作りたかった。総務省によると、日本の数学者はおよそ1万人、一方アメリカでは3倍以上の3万2000人の数学者がいます。それは大学以外にも数学者の雇用を積極的に行っている企業が多くあるからなんです。谷口さんはそういう場を創出したいとカルクを立ち上げました。そしてカルクを誕生させるきっかけにもなったのが技術の復元。谷口さんたちのもとに、レンズメーカーから高度な磨きをする機械の老朽化が深刻な課題となり、改善したいという相談がありました。そこで谷口さんは、高度な磨きをする際、熟練工の技術や勘などどうしているのかモデル化します。そして数式を割り出しました。この数式では円の角度や半径などから曲線を割り出します。これにより、古くからある優れた研磨技術を搭載した機械の仕組みを復元することができたのです。谷口さんは物事の本質を見極めることで、この数式を思いついたのです。これはすごいですね。数式による最適化で、課題となっていた優れた技術の復元が可能になるわけですね。ますます期待が膨らむ数式の世界。実は日頃よく見かける天気図にも数式が関わっているんです。これ何やってるかというと、この V ってあるんですけど、これ速度なんですね。速さ、だから速さって何かって言ったら空気の動きです。で、これをそのまま解くことはまあできないです。なので、いろんな条件を潰していって、なくしていって式をシンプルにしてから予測をすることが多いです。で、その絞り方っていうところで、やっぱり統計だとか過去のデータっていうのが生かされて、計算に反映されていると。
天気予報では収集した気象データなどから数式を割り出すことで台風などの流動的な動きが予測できるのです。会社の近くに数式がベースとなって動くものが他にもあるということで向かったのはロボットパーク？産業数理研究所カルクから歩いてすぐのところにあるのは最新の産業ロボットが展示されているロボットパーク。ここがですね、動くときにこれ回転してるんですね。で回転してる、それがどれだけの力でこういうふうに動かせるかっていうのがあるんですけど、これがマニピュレーターの運動方程式って言われてて、これ回転角、これなんですけど、最短でこう動いてますよね。目標に向かってダイレクトに来てる。これはゴールとスタート地点を揃えておけば、最初の角度ってスタート地点の場合のシーターとゴールの場合のシーターさえ与えておけば、この微分方程式を解けばどういうふうに動けばいいか、もう答えを出してくれるんです。でそれによってこういうふうに最短コースでやることができますね。こう動いてこうやってやるとやっぱり無駄が多いじゃないですか。エネルギーのロスも多いですよ。それから生産効率も非常に悪いです。これだけでどれぐらいか、かなり短縮されます。こういった制御っていうのでロボットのですね、 AI が搭載されている、その AI の背景にこういう、マニピュレーターの運動方程式というのがあるんですね。コンピューターは数式を理解して物事を動かしているので。確かに比較すれば直線で動いた方が効率的ですよね。ここでも物事を見極め最適化できる数式を見つけ出しているんですね。カルクでは今後ロボット制御の改善など数式を使って解決していきたいと考えています。産業数理研究所カルクには心強いパートナーがいます。長年大手機械メーカーで異物発見などのシステムを研究し、現在は大学で工学を教えているカルク顧問の前田さんです。我々なりのなんていうの、ソリューションというかな、なんだろう、答えをね、見つけて提供すると。でその仕事はとにかくいっぱいあると思います。実務経験豊富な前田さんとともにカルクの若手数学者たちの活躍が期待されます。記号が難しいだけなんで基本的には、はい、やってることは足し算引き算掛け算割り算とか、そんなものなんで、はい、記号さえ理解できればあとはできると思います。これまで培ってきた数学の知識を、社会をより良くするために、使っていけたらというふうに考えています。数学者でもある社長の谷口さん、その望みは若手数学者を育て、もっと数式から導かれる活躍の場を社会に広げていくこと。数学に限らず周辺のですね、技術っていうのもなんかもうちょっとしっかりと確立したものにして、会社自体はどんどん大きくしていきたいなと思ってるし、やっぱり数学者の大学教員以外の居場所っていうんですかね、そういうのも作って、やっぱり世界で戦えるような世界を作りたいな、そう思ってます。